はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もね、動画見ていきたいというふうに思いますが、さてね、今日の動画、かなりね、小技です。すげえ戦術とか、そういうのをちょっとお話しするわけではなくて、小技をね、見ていきたいんですが、でもこのね、小技がまたすごいんですね。ちょっとね、見る方が多分、話すよりも早いと思うんで、ご覧いただきたいんですけども、2本、チャンドラーさんのね、アタック見てもらいたいと思います。で、その小技っていうのが、もう出てきましたね。これです。これ。ライドラにレイジをね、速攻で当てるんですよね。何はともあれライドラレイジみたいな格好。で、一気にこのライドラレイジで序盤ね、がっつり削っていくんですよ。ここを。で、2体のライドラでもって、まあ、ほぼほぼね、20% 弱の削りを入れてますよね。で、このね、削りの入れっぷりっていうのが、まあ、今回お話したい、をしたい内容、そのものですね。なんでね、このチャンドラーさんライドラレイジをこんなに使うかっていうと、まあ、一つは、サイドカットとしてライドラがすごい優秀なのは皆さんご存知だと思うんですけども、一方で最近のね防衛施設ってレベルが高くなってきてるんで、ライドラ1体だけではしっかりね壁の奥まで削りきれないんですよね。特にこういう回廊型なんかに見える配置に対しては、ライドラ1体でガツッとね、奥の方まで奥っていうのは、例えばここですよね、ここまでガスッと削っていこうと思うと、2体とかねライドラを使っていかなきゃいけなかったりするわけなんですよね。で、そういう風な、ユニットの使い方をしなくても済むように、ライドラとレイジを組み合わせて序盤でガスンとやっていくんですけども、まあ、こんなのね奇策だろうという風に思うと思うんですよ。私もそう思いました。最初はね完全にこれ奇策だよなと思って見てたんですけども、よくよく見ていくと、実はね結構理にかなう場面を見極めてチャンドラーさん使っていることに気づいて、まあ、そこをねお話ししたいと思います。まあ、結構ユニット残しての全開ですよね。で、これね、防衛がちょっと弱かったんで、もしかしたらまあそれで甘かったんじゃないのっていう見方もできるかもしれないんですが、こっちはね結構カンスト級です。もうガスガスの乾燥ですね。で、こんな風な感じの村になってるんですけども、レイジプラスライドラいきますね。ここなんかねビビドラ多分ねこれ間違えて出しちゃったんですよね。5タップですね。全くベビドラがむしろ邪魔をしているような感じになっちゃっているんですけどもね、ライドラの。それでもこれだけの破壊力ですよね。で、さらに、もう一個ライドラ出していきますね。3時側から出していきます。で、ここはレイジは使わないのかな？いや、確か使うか。ちょっとライドラが動いてそうですね。動いて、ライドラの進路を見極めてからレイジですね。そうすることによって、わかりますかね？ここまで削れるんですね。ここまで。ここまで削れてるんですよ。なんでこれから出してくるユニットがこっちに行かないんですよね。かなりの量を削ってると思いません？ライドラがこの辺まで全部削りましたよね、1体で。これだけのねアドバンテージをライドラプラスレイジで取っていくんですね。で、残ったユニットがしっかりと中に入るように誘導されていくという格好ですね。お見事お見事なんですけども、中央部であとは、ペッカとボーランががっつり暴れていきますね。暴れていって、でそこにレイジをさらに重ねてトームを使いながらギガテスラ中心部を落としていくという格好ですね。で、さっきのね、ライドラプラスレイジで削っていくっていうパターン、今までですね、ライドラだけでカットをしてどうしても逸れちゃうなっていう経験をした方にはね、ぜひぜひおすすめですんで、積極的にね、なんて言うんでしょう、ライドラでカットをするんだったら使っていける方法かなっていうふうに思いますね。で、チャンドラーさんがね、それをどういうふうに使ってるかっていうのを、ちょっとね、この動画見終わってから、もう一回お話しして、このリプレイをね、再度流しながらちょっとお話をして、で、今日のね、動画少し短いんですが、終わりにしていきたいというふうに思ってます。ちなみにですけどね、ちなみに、これね、結構ギリなんですよね。ドラゴンにだいぶアーチャークイーンが焼かれてしまって、で、キングもね、だいぶもう赤ゲージになっているっていう体力の少なさなんですけども、こっからね、クイーンがなんとかなんとか粘りを入れていって、で、最終格、テスラ2本、ここね、残ってますけども、ここまで壊しきっていくと。
まあいう感じですね。かなりね際どかったですこれ。前回行くかなどうかなダメじゃないかなって思ったんですけど、最後はキングがガスンと押し切ってね、前回取ってくれましたね。あやばい、しまった画面戻しちゃいました。手間でしたね。もう一回先ほどシャンドラさんのタッグ見ていきたいというふうに思うんですけども、これですね。でちょっと止めますね。なんでチャンドラーさんが、この両端を選んだか、ここですね、にライドラープラスレイジを選んだか。理由は2つあります。1つは、3つかな。理由は3つか。1つは、こっから主力が入りやすかったっていうことですね。なんで、邪魔なこっちをカットさせたかった。これが、理由その1ですね。で、理由その2、こっち側ですね。こっち側よく見てほしいんですけど、対空砲がないんですね。対空砲って、ここと、ここと、あとここと、ここ。このね、4箇所にしか対空砲が当然配置されてないので、ここに関してはすごく対空が甘いんですね。なんで、ライドラで、がっつり削りが入れられるだろうというふうに考えたわけですね。これが、ね、理由2つ目ですね。2つ目の理由。対空砲ですね。ここの対空砲。で、三つ目の理由、それは何かっていうと、ここ見てほしいんですけども、すごくね、攻撃施設が密集してるんですね。対空砲確かにありますよね。あるんですけども、対空砲の範囲見てみると、ここまでですよね。あとここまで。なんで、このね、大砲に関してはギリギリね、こう射程に入ってないわけですよ。こういう風に。なんで、ここにチェーンを入れられれば、さらにそれにね、レイジを乗っけることで一気にこの辺一網打尽にできちゃうんじゃないかと。ガーンってね、これ全部結構多いですよね。 1,2,3,4,5,6 個の施設を一気に壊せるんじゃないか多分目論んだんですね。まあ、ただちょっとねビビドラが邪魔しちゃったんで、チェーン一発分ね、ライドラ損しちゃって、それでねおそらく、狙い通りの戦果にならなかったんだろうと思うんですけども、それでも結構十分な破壊してましたよね。今のが3つ目の理由です。丸三角の忘れちゃいました。で、ここですね。プロフースの回収は見事。後ろにいるとベビドロンが1個ここを壊しちゃったんで、ライドルのチェーン一発損しちゃいましたね。これ持たなかったですね。あれが入ってれば多分ね、この辺のグランドウォーデンなんかも早めに壊れて、ライドルはもう少し長生きしたと思いますね。まあ、戦果としては、合計、3個かなの防衛施設をライドラ1体で壊したということですね。でこっちに関しても3個、この防衛をライドラ1体で壊していきます。で、合計の破壊率がおよそまあ 10% 後半か 20% 弱ってとこですね。19まで、ライドラ1体で壊してきましたね。もっとかな、このあ、アチャトまで壊すから 20% かライドラ 2体で潰していったというとこですね。まあ、非常に結構ね、なんて言うでしょうね、序盤のサイドカットって、コストも当然、まあ、それなりに費やしてもいいあのパートになってくるので、そこでね、ああいう形で、ライドラに呪文を使っていくっていうのは、まあ、一見元なく見えるんですけども、それに見合った効果があるんであればやってもいいと思いますね。むしろ、どうしてもここはね、もうライドラでカットしたいんだっていうふうに思ってるんですけども、火力がちょっとね、防衛高くって、不安だよっていう場合、でそれでね、よくカット失敗しちゃうなんていう経験のある方にとっては、このね、ライドラレイジっていうのはものすごくね、でかい選択肢になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひね、試してもらえたらいいかなというふうに思います。いや、いい感じですね。今回のチャンドラさんのアタック、2本ともまあ、綺麗な展開、タンホール12から取ってくれてましたけども、まあ、どっちかというと、この2本目はだいぶね、苦戦はしたものの、まあでも、このドラゴンが少しね邪魔でしたね。しっかり早めにアーチャークイーンで、まあ、処理ができていればここまで、削られはしなかったかなと思うんですけどね。というところで、あとは、このまま全開まで持っていくという格好です。さあどうでしたかね。まあすごい、ピンポイントの技紹介ではあったんですけども、普段ね何度も言いますが、ライドラで、カット不十分で失敗してるっていう方、ぜひぜひね、ご参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、では本日はこの辺りで失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、カンクラにも皆さん、遊びに来てもらえたら嬉しいです。はい、では本日はこの辺りで失礼します。バイバイ。